どうも、こんにちは。中野敦です。それでは、4本目の動画を撮りたいと思います。4本目は、小脳トレーニングをしたいと思います。まず、椅子の前に立って、片足を座面の上に乗せる。注意として、バランスは崩しても大丈夫な場所ですること。そして、下ろす。これを、左右10回、2回目。3回目。ただこんだけ。4回目。5回目。6回目。7回目。8回目。9回目。10回目。次、反対の足を座面の上に乗せる。1回目、2回目、3回目、4回目、5回目、6回目、7回目、8回目、9回目、10回目。それではこの運動は終わります。継続は力なり。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。